原爆のところに来ました。クインクータビー思うのはゲーム理論の浅はかさなんですよね。でジョン・ナッシュがもちろんゲーム理論で素晴らしい成績を結構上げて、ナッシュ銀行とかね、ノーベル経済学賞にも輝いたわけですが、まあポンコツだよね、ナッシュね。それだけだと別に大した話じゃないというか、というのはあの怒りを込めてというか、我々今、相互拡張破壊ミューチュアリーアシアディストラクションというその MAT っていうね、核の抑止というフィクションの中で生きているわけで、まあアメリカにしてもロシアにしても、中国にしてもフランスにしてもイギリスにしても、イスラエルにしても北朝鮮にしても、君が私を攻撃してきたら私も君を攻撃しかけですよと、そういうことがゲーム理論的にね、相互拡張破壊で、だからお互いに、戦争はしないと。で、まあ、それで平和が保たれるっていうのが、まあ、相互拡張破壊の理論なんですけど、まあ、はっきり言って本当に浅はかだよね。その先が難しいんで、だから盾と矛というか、盾がどんどん充実すれば矛を強くしようとするし、今だからそのミサイル抑止システムとか防御システムとかそういうのがどんどん発達してきて AI が進んで、ね、その相互拡張破壊っていうゲーム理論のまあ本当に遠いモデルっていうか、本当にくだらないモデルだと俺は思う、心から思うんだけど、全てのゲーム理論はくだらないと俺は思うんだけどね、ここは個人的に。それでは全く解けないんですよね、このどうやったら相互拡張破壊というまやかしから出られるかということ。まあ、ナッシュはもちろん偉い人だったけど、別に未だにナッシュを崇めてる必要もないし、彼の理論が絶対的だと思ってる必要もなくて、もうそれはおそらく小学生ぐらいの話で、そこから中高大っていう理論をどう進めていくかってことについてはずっと考えてるんだけど、なかなか、まあ、僕もそういう意味で言うとナッシュと同じようにポンコツですが、ゲーム理論で OK でしょうとは全く思わない。まあ1945年に原爆が落ちたわけですよ、ここに。で最近のオッペハイマー見てても全く反省してないよね、根本的には。反省のスタンスは取るかもポーズは取るかもしれないけど、アメリカンプロメテウスとか言って、人類に火をもたらしたプロメテウスになぞらえて、もちろんあの主演のキリアンは良かったけど、基本的にこれクリストファー・ノーランは芯食ってない監督だと思ってて、前から彼の作品は芸術に一歩届いてないと僕は思ってるんですが、まあ、人類に火をもたらしたプロメテウスのように、オッペンハイマーが核をもたらしたってことで、しかもそれが白人の男でしょ、アメリカでしょ、よくできすぎてるよね、くだらないよね。だからそのくだらなさの中に僕はゲーム理論もあると思うから、正直だから本当知的なチャレンジャーね。で核廃絶を願うとか平和を願うって、もちろん僕もそういう気持ちがあって、でも一方でね、やっぱり知的な問題でもあるんですよ。どうやったらじゃあディスマントルできるのかって、このニュークレアアースナルをね、ディスタンス2キロだ今、まあそのもなんすごく難問を誰も解けてないわけさ。だから走るけどさ、後ろに戻るために食べ物ちょっと、本当にだからゲーム理論ではどうすることもできない、そういう問題をどうしたらいいのか、この平和な広島の街は多くの方の努力によって作られたわけですよ。これを一日破壊しちゃうのが核兵器でさ、各国のリーダーはそれをボタン一つで破壊できるっていう権力に酔ってるわけだよね。それをだから理性のもとに使うっていう前提があるかもしれないけど、そんなの分かりやしねえじゃねえか。だからなんか全てが情けないんだよね、人間って愚かなんだよね。だからフェルミのパラドックス、ね、人類の文明が存在するウィンドウが意外と短いという可能性があるわけだけど、それはさ、そういうゲーム理論的な愚かなところで理論がとどまってるからであって、なんとかその先に行かないといけないね。僕はそれも考えてるけど、みんなも考えようぜ。なんかもしいい感想とかアイデアがあったらコメントに書いてください。今旅ラン中の広島でございます。この平和なさ街並みを作るのは本当にずっと時間、ものすごい時間かかるんだけど、原爆なんか落とすのは一瞬だぜ。
なんか非常に不均衡で腹が立つんだよね。そういうものを超大国と言われている人たちが未だに持ってて、そのリーダーがまあ危うい人たちで、ブッシュにしても、あ、ブッシュやねえや、バイデンにしても、プーチンにしても、そんなことで我々人類いいんだろうかね。